こんにちは、島戸です。今日はですね、思想の時どんなの弾けばいいですか第2弾になります。第2弾はですね、アルペジオなんですけれども、コーラスとかフランジャーとかですね、空間系を購入する際であったりとか、あとはブースターであったりとかを思想するときにですね、こういうコード弾いてみたらどうですかっていうふうなご提案です。これをですね、もっと崩してくれても全然いいんですけれども、こんなコードで雰囲気出ますよっていう、みたいな感じで、ただ E を弾くよりは、タブ譜出しておきますね。今回またこれ3連になってるんで、またより雰囲気が出るかなと思います。今のところ6弦から3弦までしか使ってないですけれども、これは別にみたいな感じで下まで行っちゃっても全然 OK なんで、その辺はアレンジをしながら、今回3連にしてたんでね、みたいな感じでやると雰囲気が出て、最後は E で、 E マイナーで、みたいな感じでですね、プラスアルファをつけてみるといかがでしょうか。でもう一個ご紹介したいんですけれども、もう一個はですね、 A が軸になってて、怪しいですね。で一個ずらして、雰囲気をも飲み込んでしまうほどのみたいな感じですね。ちょっと今コーラスなんですけれども、フェーズとかにしてみましょうかね。って感じですね。ちょっとフランジャーにしてみますね。というふうな感じです。思想って結構こうガチャガチャ弾きがちなんですけれども、こういった感じのコーラスであったりとか、空間系をですね、思想するときには、コードで結構広がりを出して弾いてみた方が、その弾き具合とかもすごくよく分かってくるので、ぜひぜひですね、お試しくださいませ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。